お前だ。全てはお前のせいだ。お前のせいだ。こんなことに。もうセラ様の邪魔はさせん。おお。分かっておるな。マスターは最後に残られた唯一の人間だ。我々はマスターを守るために構築されたシステム。マスターなしでは存在する意味もない。マザー、くれぐれもマスターの冗談を真に受けぬようにな。まったく、マスターも何の推挙であのようなものをそばに置きたがるのか理解に苦しみます。マスターも寂しいのだ。なんだろう、これは夢。またお小言をもらったね、トリッガー君。私もセラにはよく怒られるのだよ。この前君にも見せたかもしれないが、これのせいでね。誰だろう、なんだかすごく懐かしいような。見たまえ、美しいだろう。デコイたちの住む町の明かりだ。デコイといっても私がちょっと手を加えたから、そうだな、我々よりずっとオリジナルに近い人間といってもいいような存在なんだけどね。あそこに住む人々は飢えや渇き、病と戦いながらやがて老い死んでいく。だからこそ一瞬美しく輝く命、苦しみの中にこそ温かく感じることができる幸せ。完璧と呼ばれるこの世界に比べ、なんと魅力的なことか。ねえトリッガー君、君にお願いがあるんだけど、聞いてくれないか。私をあそこに連れて行ってくれないか。あそこへ連れて行くって何のことだろう。あの人は、そうだ、マスター。僕はマスターを連れて地球に来たんだ。そして、ようやく接触できた。これでなんとかなりそうね。で、気分はどう？ここはデータのメモリー内。あなたが昔データに託した記憶よ。データに託した。あなたは時事によって瀕死の重傷を負ったから、データのメモリーを使って記憶を再構成しているの。完全に再生するにはもうちょっとかかるから、もう少しおとなしくしときなさいね。記憶の再構成、過去の記憶。人の営みの音、街のざわめき、夕げの香り、ヘブンではとうに失われた過去の記憶。ありがとうトリンガー君、おかげでようやくここに来ることができた。3000年の間、あらゆる苦痛から解放され、望むままの快楽を追求することもできたが、ここにある何でもないものに勝る喜び、幸せはなかった気がする。これで決心がついた。君に最後のお願いをしたい。システムを破壊してくれたまえ、我々は間違っていた。君の手でこの呪われた輪を閉じてくれ。これはお守りみたいなもの。これを持っていれば誰も君に手出しはできない。ヘブンに帰り、ライブラリーの全データを消してくれたまえ。頼んだよ。マスター、そろそろ時間が来たみたいだ。ヘブンを離れては生きていけない体になっていたからな。
トリンガー君、君ともそろそろお別れだ。今までありがとう。今度こそ本当の母の腕に抱かれて行くことができそうだよ。マスター。なるほどね、そういうことだったんだ。私この時のことセラから何も聞かされてなかったからね。あなたは言うなよ、覚えてない？言うな。セラはヘブンで私は地球、二人でシステムを管理してたの。そうね、マザーとも呼ばれたりしてたわ。マザー？あなたはメモリースキャンされないようマスターの話をあのお猿さんの中に封印してたのね。なぜあなたがマスターを地球に連れてきたのか、なぜシステムを破壊しようとしたのか、やっと分かったわ。ユーナ様、セラ様はもうすぐヘブンに到着されます。時間がないわね、急がないとあの子人類再生プログラムを実行しちゃうわ。マスターたち人間が全て死にたいた時、保存されていた遺伝子コードを使ってもう一度古い世界を再生させるプログラム、実行されると地上のデコイたちは全て処分されるわ。止められるのはあなたしかいない。とりあえず元の世界に戻るけど、どうするか自分で考えて。ロック、もう大丈夫よ。まあ記憶の再構築がまだだけど、お猿さんから必要な記憶を取り出してくれれば大丈夫だと思うし。じゃあ私とガガは一足先にヘブンへ戻る準備をしておくわ。あなたが昔初めて地球に降りてきた場所で待ってるから。マスターの意思を尊重するのか、それともシステムを優先するのか、決心がついたら来てちょうだい。じゃあね。我々の図書館には我々の歴史を刻んだ本があるが、この世界にはそれを裏付けるものがなぜか残っとらん。それがなぜかようやく分かったわい。我々はある日突然この世界に生み出され、言葉や文化を与えられたからだったんじゃ。生み出してもらったおかげで毎日冒険三昧、マスターに感謝せんとな。システムを破壊することがいいことなのか悪いことなのかわしらにはわからん。ロック、全てはお前に任すわい。どうなってもそれが定めなら受け入れるとしよう。ロック、ロックに昔どんなことがあったのかよくわからないけど、自分を信じてやり遂げればいいと思うよ。私お父さんとお母さんを追いかけて旅してたんだけど、それは今も変わらないんだけど、でもやっぱりロックのことが一番大切だから。ロックがいたからここまで来れたから。さあ行こう、ロック、あの人が言ってた場所まで。うん。到着。着いたよ、ロック。じゃ、気をつけてね。うん。あの子、ロールとか言ったっけ？え？はい。あの子、あなたが意識を失ってる間、必死だったわよ。私にね、何かできることはないかって、ぎゅっと手を握りしめて、命がけって感じで聞くの。あなたが助かりそうだって話したら泣きそうな顔してたけど、相当あなたのこと好きなのね。ガーちゃん、調子はどう？なんとかいけそうです。このシャトルガーちゃんに融合してもらって直したの。トリカー様、お寄せください。セラ様が人類再生プログラムを始動させるまであまり時間はありません。さあ乗った乗った。はい。私ね、あのロールって子とか他のデコイたちとか結構好きよ。システムを破壊しても守る価値あるって思う。破壊するのはどうかと思いますが、私もできる限りのお手伝いします。ま、3人仲良く頑張りましょうね。
じゃあここは私がサポートしてあげるわ。ヘブンのことなら任せておいて。この床は壊れるんだけど、ちょっとあなたじゃ体重が足りないかも。重力を重くすればあなたでも壊せると思うわ。目の前に見えるのが重力トラップライン。ここを通ると重力が重くなる仕掛けなの。覚えてない？トリッカ、重力を軽くすれば高くジャンプできるわよ。逆に重くすると低いジャンプになってしまうの。常識よね。そうそう、このコンパネにはもう一つの役目があって、ヘブンの情報を引き出すこともできるのよ。どうやら居住区に来れたようね。どう？少しは昔を思い出したんじゃない？正面に見えるのがマスターが住んでいたところ。あなたは昔ここによく来てたらしいわね。あれ？このエレベーター動かない？あ、ごめんごめん、これ動かすにはディフレクターが必要なんだったわ。さあ準備はいい？今までとちょっと様子が違うでしょ。いよいよここからが正念場。頑張ってね。あ、また重力が重くなった。さーて、次の相手は誰かな。さっきの敵倒したら重力が普通に戻ったね。ようやくやってきたわね。この先の部屋がライブラリーよ。人類再生計画を止めることができる部屋なの。システムを破壊するか守るかはあなた次第。全てあなたに委ねるわ。私はこれからマザーの思考回路に侵入します。どれほどのことができるか分かりませんが、マザーの力を多少は抑えられるはずです。多少なりともお手伝いさせていただきます。ここから先は外部からアクセスできないの。もうサポートはできないけど、頑張ってね。じゃあ。人類再生プログラムは現在待機命令によりその実行を保留中。マザーの再開命令を待って実行に移すものとする。人類再生プログラムは現在どうして待機命令により。人類再生プログラム、やろうと思えばいつでも実行できた。だがやらなかった。なぜだと思う？私はお前たちのようにシステムに逆らうことなどできない。システムで定められたこと以外考えることなどできない。だからなぜマスターがシステムを崩壊させるようなことをしたのか理解できない。お前たちが羨ましい。私はいつまでもマスターの気持ちに近寄ることができない。同じマザーであるユーナでさえシステムから離れ自由に行動する道を選んだというのに、私にはどうしてもできなかった。だからせめてマスターが愛したお前がここに来るまで待とうと思ったのだ。マスターの意志を踏むお前と戦うことに全てを委ねてよいと。ロックマントリッカーよ、遠慮はいらぬ。存分にかかってこられよ。